それでは続いての試合に移りたいと思います。出てくる MC はこいつだ。それに対し出てくる MC はこいつだ。第10試合はレコ VS ガードマンで行います。まずはビートの方を聞きましょう。 DJ の竹お願いいたします。カウンターで仕留めるマスカイケフトケア爪痕を起こすなど甘い言葉吐いてたたずむなよ。爪がやれるまで開き回してみよう。それではこれを構えて先攻後攻のじゃんけんをお願いいたします。ここででは立ち位置で変わってください。先攻が青レコ、後攻が赤ガードマンで反射熱3本行います。準備はよろしいでしょうか。それでは参ります。先攻青レコ、後攻赤ガードマン、レディーファイト。OK 優勝が縁を結び国技館にいた連呼出陣。カドロのピースイッツライドピースマインド超えてきた岐阜代表連呼オンザマイカフォンジャストフィットしてる王冠これがお前にとってラストシット。いや国技館発揮余裕残ったどっからでもかかってこい坊ちゃん。坊ちゃんじゃねえよ王冠いただくため俺ラップをやってんだ。誰がヒーロー俺が最後に勝つ目の前青信号王冠がジャストにフィット。見せてくれよ俺が勝つことあるぜ勝つこと。お前は KOK レッツエンジェントルメン俺に負ける結局ね。結局ねレディースエンジェントルメンお前を送るぜ天国へ。もしか地獄送り俺がこのマイクで送るぜ黄泉の国お見送り。へ飛び込む嫉妬でビーツに上げてくこのライブお前外しまくってるクストライバー俺止まんだか入れてくストライカーストライカーそれ嘘じゃないか。クソライバーそれお前のこと。はい最後に勝つのは俺のこと安心しろバッチリ俺が勝ってだから覚醒俺はやってきたんだよ。何度も繰り返していた黄泉の国いただく欲カルマの国。俺のことって言ってるけどこういう枠ぶち殺すのお手の物だぜ。デコボコの道も越えてくお前はそうもうすでにずれてる照準それじゃ意味ねプレゼンフォーユーしてるこのドキュメント見せてくモニュメント。いやお前のこと即 KO していくレッコの勝負これで起こすボルケーノって。何がお前のボルケーノこっち見んなよ俺との勝負ですよ。それ理解してないお前は負けだから俺はこのラップはやめられん。果ての果て超えてきただけだぜ今までの価値観全てひっくるめて俺も音楽で超えたいんだ大西洋最後レッコ殺しドッキリ大成功終それでは判定の方を移りたいと思います。どちらか片方にライトを上げてください。では参ります。先攻青レッコ、後攻赤ガードマン。もう一度聞かせてください。もう一度聞かせてください。先攻青レッコ、後攻赤ガードマン。延長